タイヤのはめ方と外し方を解説していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ロックバイクスティービーです。今日は自転車のタイヤのはめ方と外し方を解説していきたいと思います。スポーツバイクに乗られていると、皆さん一度や二度はパンクだったりだとか、タイヤの交換だったりで必ず一度や二度は通るんじゃないかなと思うんですけれども、その時にタイヤの外し方がわからないとか、うまくはまらない、もしくはビードが上がらないなんて経験された方多いかと思いますけれども、その辺を順を追ってビードが上がらない時にはどうすればいいのかなども解説させていただきたいと思いますので、どうぞご覧ください。用意しましたのはロードバイクのフロントホイールになります。手順としてはロードバイクだろうが、クロスバイクだろうが、マウンテンバイクだろうが、はたまたママチャリだろうが、基本的には同じですので、まずタイヤの空気を抜いてタイヤを外していきたいと思います。タイヤの空気が完全に抜け切りましたら、タイヤレバーを使ってタイヤを外していくんですが、外す場合バルブと反対側ぐらいから外していくのがやりやすいと思います。それではタイヤを外していきます。僕が愛用しているタイヤレバーなんですけれども、こちら工具メーカーさん、特に自転車の工具をやってるってわけじゃないんですけど、自転車の工具もやってる工具メーカーさん、アストロプロダクトさんのタイヤレバーを愛用してます。これ結構長くて、ここのビードに差し込むところっていうのが薄くて使いやすいんですけれども、現在ちょっともう廃盤になってしまっているみたいです。長いものの方が力も入れやすいので、作業はしやすいんじゃないかなと思います。タイヤの外す時っていうのは、このバルブがある側のだいたい反対側あたりからやっていくのがやりやすいです。タイヤを押してここに隙間を作って、ここにタイヤレバーを押し込んで、こういう風にタイヤのビードをめくっていきます。この際にめくるのはこっち側のビードだけ、反対側のビードも一緒にめくらないように注意してください。でレバーの裏側にこうフックがついてるやつなんかはスポークにこうかけると作業しやすいんですけど、これはフックついてないタイプなので、こうベロンってならないように手で押さえながら、その横、最初慣れないうちはちょっとずつやっていった方がいいと思います。特にビードが割と硬いタイヤ、このコンチネンタルタイヤなんかは割とビードが硬いんですけれども、そういった場合もあまり遠いところから始めずに近めのところから次のレバーを差し込んでいくのがいいと思います。こうなったら最初にはめ込んだレバーを外して、でまた同じように隣にレバーを入れて、ある程度めくれてきたら、これぐらいめくれれば、あとはこのレバーをこうビードに沿ってスライドさせていくと、スーッとタイヤが外れてくれます。ここまで来たらですね、これもこのバルブの反対側からめくるんですけれども、反対側のビードに手をかけてこう引っ張ればスルッとタイヤは外れます。はい、これでタイヤがリムから外れました。それでは次はタイヤをホイールに装着していきます。チューブがバラバラになった状態から始めたいと思いますが、最初の状態、チューブに空気が入っていない状態なんですが、タイヤの中に先にチューブを軽く入れてからの方が作業がしやすいので、気持ちチューブに空気を入れてください。本当にね、ちょっと空気が入るぐらいでいいです。で、一旦バルブを閉めて空気抜けないようにして、タイヤによっては回転方向が決まってるタイヤとかありますんで、その辺を注意してホイールに装着してほしいんですが、せっかくなのでですね、このバルブとタイヤにこうロゴがプリントされている場合なんかもありますんで、ここを
合わせる、もしくは置いた時にきれいに見えるようにバルブがこう装着されていると、まあ、僕ら写真撮るときなんかはこれを下側にするんですけども、そうすると上側にきれいにロゴがこう入るようにしたい場合は、このロゴの対角線上にバルブを来るようにチューブをタイヤの中にこんな感じであらかじめ入れてしまってから装着すると後々楽です。この状態でロゴがこちらにありまして、バルブがここちょうど対角線上にあるような状態にセットしています。この状態でホイールのバルブホールがここにあるので、バルブをまず挿していきます。で、タイヤのビードの最終的に今見えている前側をこうはめていきたいので、まずは奥側のビードから先に入れてしまいます。これは割と簡単に手で入るぐらいですね。かなり硬いタイヤでも普通に手で入っていくと思います。今奥側のビードがリムの内側に入った状態です。ここからタイヤをはめていくんですが、最初は手ではめていきます。で、外すときはこのバルブの反対側から外しましたが、入れるときはバルブ側から入れてください。この際にここが一番入りにくいので、ちょっとバルブをこう上に押し上げてあげて、このチューブとリムに隙間を作って、チューブの下側にこのビードが入るようにして、まずここからきれいにビードを入れていきます。ある程度こうやって手で入れていくと途中から入りづらくなると思います。入りづらくなったらタイヤレバーを使うんですが、ビードが入りやすいやつはぶっちゃけもう手で最後まで入れれるようなのもあります。ただしこちらのこのコンチネンタルに関しては割とビードが固めなので、これ以上手で入れるのがなかなか難しくなってきます。そこでタイヤレバーを使うんですが、気をつけていただきたいのは、このリムの内側の断面というのはセンターに行くほど深くなっています。深くなっているところにこのビードをなるべくこう落とし込んで、こちら側、今はめる側ですね、に余裕を作っていきたいので、なるべくこうセンターにビードを寄せて揉んでってですね、でこうしごく感じでビードを最後入れるところに寄せていってください。そうすると手で入れる分が今までより多く入るようになってきます。で、最後ちょっとの部分ですね、ここをタイヤレバーを使って入れていくわけなんですが、で一番注意していただきたいのは、このタイヤレバーを入れてビードをこう押し上げるときにですね、このリムとレバーの間にチューブが入らないように注意してください。リムとタイヤレバーの間にチューブが噛み込んだまま力を入れると、そこでチューブに穴が開いてしまったりしますので、タイヤ装着の際にそこを一番気をつけてください。で、はめにくい場合っていうのはこう押し込んで、で次こうやってまた隣に押し込んでってやるんですが、まあ、これはねすんなりはまってくれたので、これで各部ぐるっと一周ビードがしっかり入っている、裏もビードがしっかり入っていることを確認して空気を入れていってください。今ちょっと仮に空気をある程度入れたんですが、注目していただきたいのはここのラインなんですね。リムとこのタイヤの接合部のライン、ここが均等にこのタイヤが見えている。例えばここなんですけれども、このタイヤとビードのこの継ぎ目のこの線、この線がここまでこう見えてるんだけれども、ここから見えなくなってますよね。ということは、ここビードが上がりきってない状態です。同じようにここもこう線がきれいに見えていってるんですが、この辺から線が見えなくなってます。タイヤがこうまだ中に入ってる状態ですね。これが新品、これは今中古のタイヤなんですけど、新品のタイヤですと空気をいくら入れてもこのビードが
きれいに出てこないっていうケースがあります。高圧に入れるとパチンと音が出てきたりするケースもあるんですけれども、それでもどうしても出ない場合、そういった場合の解決方法を今からちょっと紹介したいと思います。先ほどビードが上がりにくかったので、一旦タイヤを外しました。上がりにくい原因というのは、このタイヤ、ここゴムなんですけれども、滑りが悪くてビードがこう、このリムに、内側に耳がありまして、こういった感じでこう、耳がついています。で、ここに、これがタイヤのビードだとすると、こんな感じでパチンとこうはまって、これでこう、まあタイヤが外れないような組みになっているんですけれども、これがこう上がりきらない状態っていうのは、このタイヤの、このゴムのサイドですね、ここの滑りが悪くて、ここにはまる手前でこの辺で引っかかっている状態になるんですけども、これがビードが上がってない状態になります。で、つまり、ここのタイヤのサイドの滑りを良くすればいいんですけれども、例えば車なんかっていうのは、今市販されているものはほとんどすべてチューブレスタイヤを採用しているので、ビードが非常に硬いです。硬いというよりも、まあ、ビードが小さめに作られていて、で、キツキツなんですね。なので、ビードが非常に上がりにくい。逆を言うと、空気が漏れにくい構造になっているんですけども、がゆえにやっぱりここの滑りが悪いので、ビードワックスって言って、ここにこう塗る専用のワックスがあったりするんですが、自転車の世界ではあまりビードワックスってものは、まあ、ないことはないんですけど、あまり使われない。で、ビードワックスは割とコスト的にも高かったりするんですけども、そんな時に代用になるのがですね、これ自動車用のタイヤワックスっていう商品なんですけれども、本来の目的は、タイヤをツヤツヤに見せるための商品なんですけれども、これが成分としてはですね、基本的にシリコンオイルと老化防止剤というものが使われているので、滑りが良くなり、かつタイヤの表面をコーティングしてくれて、老化を防止してくれるので、まあいいことづくめなんです。もちろんここのサイドに通常のグリスなんかを塗っても滑りが良くなるんですが、高圧性のグリスというのは、ゴムを自体を劣化させてしまいますので、決して金属に使うようなグリスなんかは使わないようにしてください。まあこれじゃなくても、シリコン系のグリスとかオイルであれば、何でもいいっちゃいいんですけれども、これが使いやすいので、これをですね、まあビードの上がりにくい部分に、こうシャーッと、なんなら全周にわたってですね、こう、吹いていただいて、当然これを裏表ですね。で、これが、まあ、リムから外した状態、ついた状態でも別にできなくはないんですが、外した状態でするのは、ブレーキ面に当たって、まあ、ブレーキの制動力が落ちないように、一旦タイヤを外してからの方が安全です。でこれで、右側も左側も、全周にわたって、ビードワックスを塗ってあげたので、滑りが良くなっているはずです。これで、再度装着をしていきたいと思います。これでホイールにタイヤを装着しました。空気もだいたい指定空気圧ぐらい張った状態です。で、先ほどね、こちらのタイヤワックスですね。これを塗ったので、綺麗に滑りも良くなってビードが全周にわたって出ております。ちょっとね、画面じゃ確認しづらいかもわかんないですけれども、今こちらで見てみたところ、全周にわたって綺麗に均一にこの線が裏側も表側も綺麗に出ていますね。作業の途中に先ほどのタイヤ自体に別にタイヤワックスがついていることは問題ないんですが、気になる方はですね、この地面に接するトレッド面は拭いたりすればいいかなと思いますけれども、リムのブレーキトラックにどうしてもついちゃうとブレーキ弱くなったりしますので、気になる方は後からこうやってパーツクリーナーとかでこのブレーキトラックだけ綺麗に拭いてあげると、なお良いんじゃないかなと思います。はい、これで完了です。はい、いかがだったでしょうか。今日はタイヤの初
外し方、それからはめ方でリードが上がりにくい場合の対処方法っていうのをご紹介させていただきました。これからもね、こういったちょっとした裏技みたいなことも含めて、自転車のあれこれの解説とか、そうですね、最近非常にご好評いただいているディレイの調整動画なんかもあったりするんですけれども、そういった整備系の動画、それからまあロックバイクスやシックスコンポーネンツの商品紹介動画なんかっていうのを中心にやっていきたいと思いますので、今日の動画お気に入りいただけましたら、コメントや高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。動画の中で僕が着用しているこちらのロックバイクスのオフィシャル T シャツ、こちらですね、ウィングロゴというタイプで、バックプリントにヘッドマークの、ウィングロゴをプリントしています。ここのね、右胸のところに RB のマークをプリントしている分になるんです。もう一つのデザインが、こちらのスターロゴ。前に大きなね、スターの中に RB のプリントがされてて、後ろには、ロックバイクの文字がプリントされている。こちらのタイプ、この2タイプをですね、ロックバイクのオフィシャルのホームページと、オフィシャルの楽天市場と、あとオフィシャルのヤフーショッピングの3カ所で販売していますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ちなみに僕が着ているこのサイズが、僕の身長が168センチで M サイズになります。動画概要欄にですね、リンク貼ってますので、またチェックしてみてください。よろしくお願いします。